はい、皆さん今週もワクワクですね。それでは今週も2015年金運が上昇していく1分間ヒーリングエクササイズを一緒に行っていきましょう。今週のテーマは心も人生もどんどん豊かになるです。場所の説明からお伝えします。今回の1分間ヒーリングの場所はちょうど脇の下のラインからですね、指が4本下の場所になります。ここに男性は左手が下、女性は右手が下になるようにして、手の中心が重なり合うようにして手を置いていきましょう。はい、ここに5秒間手を当てたらゆっくりとふわーっと離して5秒間しばらく安静で待っておきます。はい、その後はおへその下の丹田の場所に同じく男性は左手が下、女性は右手が下になるようにして手を重なり合うようにして置いていきましょう。ここは1分間手を置いていきます。そして1分だったらふわーっと離してしばらく安静に待機しておきましょう。この安静に待機している間に皆さんに滞ったエネルギーがバーッと浄化されていって、内側から金運のエネルギーが溢れ出てくるようになってきますので、安静にしていることが大切です。では、今週ここに手を当てることによって皆さんはですね、家庭の金運がどん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 上昇していくようになっていきます。家庭の金運、皆さんですね、この1分間ヒーリングを行いながら、ご家族の皆さんで、どこかこうお出かけしたりとかですね、まあ、家族のためにお金を使うことに意識を向けたりとか、家族にとってお金にいいこと、家族のみんなにとっていいことをですね、意識しておかれると、どん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 心も人生もですね、豊かになりながら金運もアップしていきます。家庭の中でのストレスがどん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 ヒーリングされることで発散されていくことでですね、よりよく家庭が調和されていって、ハーモニーの奏でていけるようになりますので、7月の7日から8月の10日までですね、この1ヶ月間1分間ヒーリングを一緒に行っていきましょう。